い、今日もエピックスやっていきたいと思います。 , 笑っちゃったよ。詳細は後ほどね。はい、はい、遠藤敦です。小宮隼人です。今日は射撃訓練場、この射撃訓練場モードで2人でボコボコに殴り合いたいと思います。はい、タイマン対決です。いや、ね、本来ねバトロワのゲームですけど説明してください。どうお願いします。はい、説明しますと、これはバトロワのゲームだけど、このね射撃訓練場っていう練習ができるところでね、あのお互い戦えるんですよね、あのうまくやれば。はい、うまくやればね。伝わりましたかね。実際ゲームやってみたら分かるんですけど、そう、戦えるんですよ。で、1対1で戦ってみましたっていう、今回それで遊びました。ぜひねご覧ください。どうぞどうぞ。いいんじゃない。それでは 1v1 小宮 vs 遠藤、5本選手、デュースなし5本選手。それでは掛け声をお願いします。じゃあレディーファイトと言ったら始まるこれ。始まりますからね。はい、わかりました。いきますよ。いきましょう。レディーファイト。しゃあ、え、いない、やば、なんでだよ、マジか、なんでだよ、マジか。うい、一本取られました。いやー、あぶねー。まずは一本。ふう、うわ、緊張する。一回まーす。いけますよ。じゃ次は遠藤さんお願いします。いくよ、レディーファイ。危ねえ、危ねえ、俺勝ってたのに。危ねえ、日本取られた。あ、間違った。嘘でしょ、全然勝てん。いきますよ。いいよ。2本取られました。3本目、ここは取りたいところ。レディーファイト。わかった、俺も0-3、0-3。武器変えるもんね。もうこれ武器が悪いよ。毎回でも俺多分先行されてる気がする、ダメージ。とどめをさせてない。よし、いくぜ。今3回取られたんだよね。3-0です。悔しい。じゃあ遠藤さんお願いします。いくよ、レディーファイ。やべ、当てられた先に。おっしゃしゃー、一本返した。いやー、しかも全然惜しくない。あー、負けたー。よし、一本返した。じゃあ行きますか。3対お願いします。1ですね。遠藤さん優勢でございます。行きましょう。うい、レディーファイト。いや、マジかよ、全然。しゃあ、4-1じゃん、もうリーチだよ。あ、安心してきた、勝てる気がする。やばい、追い込まれた。しかも結構やばい追い込まれ方。やべえ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 。どうですか、武器変えなくて大丈夫ですか。
いや、このままいきます。はあ、いや、絶対もう落とせないんで、いきますよ。4-1です。遠藤さんリーチ、いきます。レディーファイト。おしおしおし、あ、全然ダメだ。おしおしおし、落とせないよ。4-2。あ、武器買いに行ったいや、なんだ正解は。正解やりますか。4対2未だリーチです。確かに。いや、もう落とせない。じゃあ遠藤さんお願いします。レディーファイ。おっす。あっ、おし、4-3 まくられてきた。いますか。いやー、4-3か。もう追いつかれちゃうな。よし、追いかけてきた。ここ大事だぞ。まずは並びたい。もう落とせない。大丈夫ですか。 OK です。いきます。レディーファイト。あぶねえ、よっしゃー俺の勝ちだやったー、終わったー、負けたー。5対3で俺の勝ちいや、面白いな、この1対1も、まあ、バトルは本来するゲームですけど ね。いや、めっちゃ緊張した。でも、いや、緊張した、悔しい。行きましょう。まず最初はなんて言えばいいのこれ普通のワンオンワン。そうです、今回5本ん5回先になんて言えばいいの、足チェンジパス1対1の勝負を5種目で5本選手やっていきたいと思います。5回勝った方の勝ちです。行きましょう。行きましょう。お願いします。それでは始まります。それでは始めますよ。スタート。バサッ。あ、上なんだ、やばい、負けてる今。あー、よし、オッケー、オッケー、これはこれは勝てるこの勝負は勝てるぞ一種目目俺の勝ちということで、続いて1-0ですね。2種目目行ってみましょう。ワープはい、続きまして第2種目、この壁のある戦場でまたワンオンワンしたいと思います。よし、いきますよ。レディーファイ。いけ、これ燃えるやつ。やべ、グレ下手だ。あー、燃えたー。熱い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 。どこ、やばいやばい、動き遅くなる。あー、待って待って待って、たまたま、オッケー、危ねえ、ボコボコ、やばいやばい、もう2本止まる。さて、次の試合にワープワープ。あれ、第3ラウンドです。今回スナイパー対決で、今0-2ですね。あっち2本勝ってます、ね、あと3本取ったら勝ち。今回初めといったら始まりますよ。はーい、いいですか。いいよ、この準備は始め。さあ、どこにいる？ここかな？見えませんね。おお！
た今。やべ、無言になるこれは。マジでどこ。よし、着いた。足、息を殺してます、こう。無言作戦ですね。いや、必死に探してんのよ、俺。やばい。今いましたね。やっちゃいますよ。あーやばい。今いましたね。オッケー。あっちよ。やったねー。へっしょ、気持ちいい、マジで。はい、3-0。いや、ここからですよ。ここから上がってきますから。じゃあ次はこのドームのね、シールドを挟んで戦います。今 0-3? 今 0-3。 くそ、勝てる、勝てる。そろそろ1本取りたい。これもう早く終わっちゃうから。いや、でも手加減はダメですよ。もちろ ん投げたらもう始まるからね。オッケー、いきますよ。こういいや。投げたら始まりますよ。投げない。投げろや。両者にらみ合ってます。来た。やべ、ドーム切れる。なんでだよ。危ねえ。ドーム切れた。0-4。やばい、終わっちゃう。で、次は総力戦ということで。次はもうどこでもありで。じゃあもう始めということで、スタート。さあ探します。まずね、視認するところから。どこ行った？足音とかもするから、よく聞いて勝てないようにしなきゃな。近づいてきてるということか。え、ハヤトどこだ。え、な、当たった。くそ。なるほどね。今弾の飛んできて違うかって場所がこっちの方だな、多分。え、隠れたか、さすがに。オッケー。そう、皆さん、いました、皆さん。どうなってんだ。あっ、やばい、暗いすぎてるな、ちょっと。ました。うわ、チャーライか。あ、チャーライずる。いやいや、なるほどね。なんでそっち詰めてくればいいでしょ。これはスナイパーですね、実は。逃げろ。しっかりルール守っております。私はこういった。あ、ネシール、かわいい。あそこか。おし、結構入った、結構入ったんじゃない。おしおしおし、互角ぐらいです今。互角ぐらいだ、やばいな。近づけないのきついな。そっちか。いや、チャラい、ダメージ低くて助かるな。くそ、そんな当ててないとでもいいのか。アシスタを投げるわ。アシスタを投げる。アシスタを投げる。やばい、やばい。テルミットを投げる。テルミットを投げる。え、あー、嘘だ。もうやだー。おー、5種目全勝で俺の勝ちおい、そういう企画じゃなかったんだけど。いや、あ、泣きの一回お願いします。泣きの一回、何でやります。グレネード、もう一周ってこと。グレネード対決、これ勝った方が6ポイントで大学生勝利。ハヤト泣きの一回始めますよ。お願いします。レディーファイ。
何登り上がった。くっそ、パンチもありにしよう。パンチもパンチもあり。オッケー。どこどこどこ下。危ね。ああ刺さった。やばい。一旦引こう。やばいってめっちゃ投げてきてる。作戦を練るぞ。どこ行った？危ない。なんでバレてんの。気をつけろ。悪魔だ。ほら、アークスターを投げた。アークスターを投げた。やっ、てめえ、わくそ。俺の勝ち。泣きの1回6ポイントゲット。11点、11対0。おい。マジつく、本気やってるからね。くそー。今、天は動いてた。このキャラじゃあ。罰ゲームで。いやいやいや、聞いてない。決めてない。言ってないし。言ってないし、決めてないって。ああ。はい、今日もエイペックスやっていきたいと思います。エンドワッチです。またかぶって、ちょっと待って、ここまで切るとして。切るとして。でかぶるかな絶対。あ、いなくなった、ハヤト。ハヤトいなくなっちゃった。